い、皆さんこんにちは。今日動画でご紹介させて怒んじゃうな。はい、失礼しました。よくネイルのサンプルとかでよく見かけますよね。あのジェルの筆の線を生かしたジェルフラワーの、あ、ボケてます。はい、ジェルフラワーの動画のご紹介をしていきたいと思います。プロダクトの紹介をします。本日もアクセンツを使っていきますね。今日はオプションズのカラーのアプリコットディライト。これごめんなさい、サロンで使ってるんでちょっと分かりやすいようにナンバーついてますけど、これは独自のナンバーなので無視してください。でこちらの方がスパークルのピンクです。そしてジェルプレイのペイントシリーズラインイットホワイトですね。これを使っていきます。でネイルチップの方はこのアプリコットディライトを塗って、マットコート、ノンワイプのマットコートをもう一度塗ってあります。なのでここから始めていきたいと思います。ちなみにこの2種類のピンクを使っていくんですけど、どちらも少し透明感のあるカラーになります。でスパークルのピンクの方はちょっとラメが入ってます。どう使うかは後ほど。では花をまた描いていきますね。まあどんな白使ってもいいんですけど、僕は結構このアクセントのラインイットシリーズの白を重宝して使ってます。今描いているのはお花の下のレイヤーの部分なんですけど、少し後で乗っける上の花よりも透け感を出して描いていきます。上に乗っける花と差別化ですね、色の差別化を図るために下の方は少し低めにして立体感が出る感じになるように薄くします。まあ、皆さんもこういうお花よく見ると思うんですけど、筆の筆跡がお花の入ってる線にちょうどよく似てて花を描きやすいですよね、ジェルで描くと。まあ一つ一つ一回ずつジェルをしっかりつけ直してやっていった方が綺麗にこの花びらの線がよく出ると思います。めんどくさいと思うんですけど、一回一回ちゃんとジェルをつけ直してやった方が美しく仕上がっていきます。はい、こんな感じでとりあえず下のレイヤーの花びらを描いたので一回交換していきます。はい、一度交換終わりました。で先ほどのこのベースに塗っていた部分のカラーと同じカラーアプリコットディライトだねを使って、さっき描いた下のベースの花びらの上に乗っけていきます。また鼻息が
静かなところで聞くと鼻聞こえるんですが、すいません。はい、じゃあ交換していきます。はい、交換終わりました。ちなみに今更なんですけど、この下をマットに仕上げてるのは花とかね、やるときにしっかりジェルのアウトラインが出やすいと思うんでマットにしてます。なので普通にクリア塗って未効果あっても大丈夫だと思うんですけども、マット効果やった方がくっきりジェルのアウトラインが出ると思います。で、今さっきやった下のレイヤーの上にもう1レイヤー上の花を重ねていきます。で、さっきやったジェル、白のジェルよりも少し濃いめにジェルを濃いめ多めにとって濃いめの白にしていきます。下のお花の花びらの間と間になんとなく入るように、まあこれ重なってしまったら重なってしまったでまた味になるんでいいんですけども、まあ間に入るような感じで意識してのっけていきます。まあね、先ほどと一緒でこのまま続けてここに行きたいんですけど、一回一回ちゃんとジェルをつけてやった方がジェルがより、この白のジェルがより濃く出ていいので、一回一回ジェルを取り直して花びらを描いていってください。していきます。はい、硬化し終わったんで次は一度この上にクリアをかぶしていきます。薄くでいいですよ、薄いレイヤーでいいんで、クリアを全体にのっけます。そしたら先ほどプロダクト紹介の時に出てきたスパークルのピンクですね、もちろんこれ違う色でも全然構いませんけども、今日はちょっとラメの入った半透明のピンクを使っていきます。で、今みたいにドロップしたら細い筆で少し真ん中のカラーを外に広げてあげます。で、広げてる最中にもこのクリアで結構にじんでいってしまうんで、ピンクの部分が薄い部分が結構出てくると思うんですけど、まあそこにもう一度ピンクをドロップしてあげると、まあ色の濃淡が出て綺麗になると思います。少し待ってね、もう一回硬化していきます。まあ
結構ここにラメのゴールドなりラメのピンクとか入れる方もよくいらっしゃいますけど、そういう感じは、まあ、お好みでやっていてください。じゃあ一回出ますね。はい、またまた高架から帰ってきました。ではこのさっき上に描いた花びらの上のレイヤーの花びらですね、ここのアウトラインをちょっと一回細いペンで筆でなぞっていきます。ラインイットのホワイトですね、これでつけたもので一回なぞります。まあ、丁寧にね、軸の方に向かってちょっとやや気持ち細めにしていってください。ついちゃった、ちょっとごめんなさい、手で取ります、指で、ごめんなさい、取りきれないんで、これにちょっとステッキ登場です。はい、今これ上のレイヤーのアウトライン見えますかね、したんですけど、これ下硬化する前にこのアウトラインのところを少しなじませてグラデーションしていきます。これはね、あの外のところをしっかりくっきりさせるためにやってるんで、あの下のレイヤーの花とかも、花とも花びらですね、花とか花びらとも濃淡の差別化を図るためにやってます。こんな感じで馴染んだかな。はい、で一回硬化してもいいですけど、もう僕はこのままいっちゃいますけど、極細の筆を使ってこれなんていうんですか、軸っていうんですか、この花の中のプチ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 ちゃんを入れていきます。します。
硬化して終わりました。あとはもうトップコートで仕上げるなりクリア一度乗っけてその後にトップ乗っけて仕上げる感じになりますね。じゃあちょっととりあえずクリアとトップクリアでビルドしてその上にトップ乗っけていきますね。はい、硬化します。はい、硬化から戻ってきました。こんな感じで仕上がりましたね。見てもらうと分かると思うんですけど、この先ほどアウトラインで上のレイヤーのお花やったんでしっかり下の花びらと差別化が図られています。以上です。